This is Radio Thailand World Service, broadcasting from Bangkok and relayed over transmitters in Bandung, Udon Thani, northeastern Thailand. For listeners in Asia and the Pacific, the Middle East and Africa, Europe and America, it is now time for our broadcast in Japanese. こちらはラジオタイランドの日本語放送です。この放送はウドンタニ県バンドゥンのボイスオブアメリカの送信所を通じてお送りしています。今日は3月15日、日曜日です。ラジオを聴きの皆様、いかがお過ごしでしょうか。それでは本日お伝えしますニュースの項目です。首相は国連の障害者の権利に関する委員会の委員長に選出されたタイ代表を祝福しました。政府はあらゆる面で 5G の技術を導入する計画です。タイと日本の外務大臣が電話会談を行いました。タイ国立科学技術開発省はネパール大使のタイ訪問を歓迎しています。首相府官邸から学校に新型コロナウイルス予防グッズが寄付されました。それではまず初めのニュースです。首相は国連の障害者の権利に関する委員会の委員長に選出されたタイ代表を祝福しました。アヌチャ政府報道官によりますと、プライト首相は国連障害者委員会の障害女性の権利を守る女性障害者の潜在能力エンパワーメント協会の2021年から2024年の委員長にサオワラック氏が選出されたことを祝福しました。サオワラック氏は障害を持っていますが、世界的な舞台で活躍するタイを代表する最初の女性です。サオワラック氏の当選は、障害者に希望を与える国の支援が成功していることを反映しています。サオワラック氏は、任期が満了したモンティエン氏の後任として、2021年から2024年までの委員長選出にタイの候補者として指名されました。社会開発人的安全保障省は、外務省と協力し、彼女の立候補を後押しし、キャンペーンを実施しました。サオワラック氏は2020年12月11日に開催された障害者権利条約の締結会議で、88カ国の候補者の中から新たなメンバーの一人として選出されました。プライト首相はサオワラック氏が障害者のエンパワーメントに取り組み、国連の特に人権保護、障害のある女性のエンパワーメント、無差別に関する幅広い問題を提起したことを称賛しました。障害のある女性と子ども、その自立と生活、および平等な権利に基づく障害者の参加に積極的に取り組んできたと評価しています。プライト首相は、サオワラック氏が世界的な場で障害者の権利の保護と促進について意識を高める上で重要な役割を果たすと信じていると述べています。次のニュースです。政府はあらゆる面で 5G の技術を導入する計画です。プライト首相は2021年1回目となるタイでの 5G 技術の具体的な実施を議論する
全国 5G 委員会の会議を招集しました。首相は 5G は革新的な開発で 5G インフラストラクチャーへの投資を促進したい考えです。スペテラポン副総裁兼エネルギー大臣もこの会議に出席しました。今回はタイで 5G の促進に関する行動計画が承認されてから全国 5G 委員会の会議は2回目となるものです。行動計画では 5G の技術は輸送、教育、農業、産業、スマートシティ、公衆衛生及び医療など様々な側面のパイロットプロジェクトで採用されています。特に公的医療では 5G を導入して一次医療と二次医療を全国の病院で結びつけ、人々の医療サービスへの利用を容易にし、安全で適切な医療に関する一般の理解を促していきます。ライト首相は 5G の平和的な利用を確保し、 5G のメリットと最大限の活用法について一般市民の認識を上げることの重要性を強調しました。会議ではタイの 5G 技術の推進に関するガイドラインの草案を承認し、事務局に詳細な提案の作成とさらなる承認を内閣に提出するよう命じました。いくつかの 5G パイロットプロジェクトもさらなる開発のために承認されています。バンコクの新たな中央駅バンススマートステーション駅、スマートキャンパス、南部ソンクラー県の海藻のおごのりとスズキの養殖のためのスマート農業、東北部ウドンタニー県のスマート灌漑プロジェクト、東部ラヨン県の東部経済回廊に設立されたスマートファクトリーなどで試験的に 5G の技術が導入されています。次のニュースです。タイと日本の外務大臣が電話会議を行いました。タイの外務省は ASEAN と日本の枠組みの下での地域開発とで協力を促していきたい考えです。タイは2022年 APEC 首脳会議の開催国となる予定です。ドン副首相兼外務大臣は茂木敏充外務大臣の要請により電話会談を行い、地域の発展について意見を交換しました。茂木外務大臣はミャンマーの暴力的な状況について懸念を表明し、両国はこれ以上事態がエスカレートしないことを望んでいるとしています。茂木外務大臣は非公式 ASEAN 閣僚会議を招集し、 ASEAN の役割と2021年2月24日にバンコクで開催された会議などを通じて状況を解決するためミャンマーを参加させたタイの努力に感謝の意を表明しました。対話を通じて状況を平和的に解決するためには、関係者全員がオープンなコミュニケーションを維持することが重要であるとの見方を示しています。また、両大臣は、タイと日本がミャンマーと誠実な関係を有しているため、双方が引き続き綿密に協力することに同意しました。両大臣は南シナ海と朝鮮半島の状況についても意見を交換しました。タイが今後3年間カントリーコーディネーターを務める ASEAN と日本の関係の強化及びタイが日本の包括的かつ進歩的な環太平洋パートナーシップ協定への参加を支持することを再確認しました。次のニュースです。タイ国立科学技術開発庁はネパール大使のタイ訪問を歓迎しています。中台ネパール大使ガネーシュ・プラサド・ダガル大使はタイ科学技術開発省の本部を訪問しました。ナロン長官、プラシット副長官、ギリー副長官はこの訪問を歓迎しました。ネパール大使ら一行は研究開発の実施と支援、技術を実用化し科学技術の人材育成を行うことで、科学技術により国の発展を進めているタイ国立科学技術開発庁の活動について説明を受けました。植物工場、国立科学技術開発庁とパートナーによって開発された農業技術の実験と実証に使用されているアグリテックステーションなどの施設も見学しました。
ネパール大使はタイ国立科学技術開発省とネパール科学技術アカデミーやネパール農業研究評議会などネパールの研究所との間の協力を促進し支援する方針で、特にアジア地域における農業研究と科学技術の協力を強化する意向です。ネパール大使らとの話し合いの中では、ワークショップ、共同研究プロジェクトなどの実施が提案されました。次のニュースです。首相府官邸から学校に新型コロナウイルス予防グッズが寄付されました。首相府官邸は全ての省庁が実施している政府ボランティアキャンペーンの一環として、バンコクとのワットベンチャマポピット校に新型コロナウイルス予防グッズと消毒液を届けました。首相府官邸はワットベンチャマポピット校でボランティアイベントを開催しました。首相府官邸の職員が新型コロナウイルスの自分でできる予防対策について学生らに説明し、予防グッズを寄付しました。イベントでは6台のサーマルスキャナー、500箱のマスク、192本の消毒液、120本の消毒ジェルチューブ、8個の液体石鹸が学校に届けられました。これらはすべて学校の教師と生徒が使います。このイベントに参加した職員は、首相府官邸、消費者保護委員会事務局、広報部、タイコンベンション&エキシビションビューロー、知識管理開発局などから職員が参加しました。首相府官邸テラパッド事務次官は、新型コロナウイルスの新たな感染の報告が少なくなっているものの、一般市民は依然として警戒を怠らないでほしいと訴えました。ワットベンチャマポピット校でのこのイベントは、全ての省庁で実施されている政府のボランティア活動の一環として実施されました。以上、ラジオタイランドの小島秀美でした。ごきげんよう、さようなら。ได้ยินมามากมายกับคำว่ารักคืออะไรที่ใครเคยพูดมาเป็นดังลมที่พัดพาเป็นดังหยาดฝนเดือนธันวาที่มาแล้วหายไปเมื่อฉันเจอเธอคนนี้จึงรู้และเข้าใจว่าความจริงแล้วรักที่งดงามนั้นเช่นไรไม่ต้องใช้คำเวลาพูดให้ฟังจะทำให้ฉันรู้ความหมายคำว่ารักไม่ได้เป็นเพียงแค่คำเดียวเท่านั้นラジオタイランドの日本語放送は毎日タイ時間の午後8時から、日本時間の午後10時から、そして GMT では13時から15分間放送しております。これで本日の放送は終了いたしました。Concludes our broadcast in Japanese. This program can be heard from 2000 to 2015 Bangkok time or 1300 to 1315 GMT.